こんにちは、スクです。ツイステッドワンダーランド期間限定ストーリースケアリーモンスターズの続きやっていきます。今はエピソード4絶叫ナイトっていうか、早くしないとこの期間限定の期間が終わっちゃって、このストーリーが読めなくなっちゃう。やばい、今日が締め切りなんだよ。前回までのお話は SNS でいいねをもらうために何でもやっちゃうマジカメモンスターっていう人たちが、もうあちこちで平気で悪さをしちゃうんで、どうしよう、このままじゃハロウィンパーティー中止になっちゃうっていうところで、いい解決方法を思いついたんだよね。それはハロウィンの仮装したまんま本物のお化けが出たぞっていう感じで脅かして、まあ、悪さを食い止めようって感じで、前回はこの植物園を確か解決したんだっけかな。まだ終わってないな。じゃあ続きを見ていこう。エピソード4の3、ハーツラビルの底力。植物園。ごめんなさい、もう二度と花壇に入りません。というか、ナイトレイブンカレッジに入りません。やばい、ナイトレイブンカレッジのこと嫌いになっちゃうじゃん。許してください。どうすんのこれ、言ったかな。はい、一目散に校門に向かって行きました。イエーイ、みんなお疲れ。おい、デュース、顔には土かけんなっつったろうが。それぐらいで文句を言うな。それに霧のせいで手元がよく見えなかったんだ。ったく、こんなとこでもう濃紺なのかよ。濃紺なんだっけ、忘れちった。そうだっけ。俺たちがこいつの大根演技支えてやんなかったら、絶対にマジカメモンスターを驚かせられなかったな。確かに。ならもう一回やり直してみるか。お、いいぜ。今度は俺がお前に土をかけてやるよ。まあまあ、二人とも名演技賞ってことで。リドル君とトレイ君は大丈夫だった？ユニーク魔法で増えた俺君たち全員で勢いよく土かけちゃったけど、あれぐらいどうってことないよ。もっと本格的にやってくれてもよかったくらいさ。それにしてもケイトのゴーストの真似はとても怖かったね。僕でもゾッとしたよ。君に演技の才能があったとは驚きだ。そう？俺くんたちの演技が決まったのは雰囲気バッチリな霧のおかげかな。両生が各自火と風と水の魔法を出して、それを合わせて霧を発生させるって作戦。へえ、そんなことしてたんだ。すげえな、魔法も科学の一種だな。息ぴったりで大成功。さすがハーツラベリュって感じの団結力だったよ。はい、ありがとうございます。呪われた墓地を守るスケルトン作戦、みんなで完璧に成功させたね。全員泥まみれっすけどね。それも承知の上だ。犠牲を覚悟しなければ勝利は得られないよ。土が髪の毛の中にまで入り込んでる。こりゃみんな寮に戻ったら即風呂、洗濯だな。あ、ちょっと待って、せっかくだし今の状態で写真撮ろ。ネタバレになっちゃうよ。大丈夫？え、今お前たちの仮装にも土が飛んでるし、みんなボロボロだぞ。勝利の証って感じでいいじゃん。心配しなくてもみんな超映えてるよ。それにハロウィン終わったらマジカメに投稿できるし、タグはそうだな、リハーサルも本気でハーツラベルの底力とか。ははは、さっきのマジカメモンスターが見たらすっげえ驚くでしょうね。じゃあみんな撮るよ。掛け声はもちろんわかってるよね。なんだろう、ハッピーハロウィン。いくよ、せーの、ハッピーハロウィン。おお、喋った。続く。え、一回で終わりなの？この一箇所。まあお話的には一回で終わりでいいんだけどさ、あいつらが広めてくんなかったらどうにもなんないけどな。まあ、広めるか、マジカメモンスターだから。というわけで他を見ていこう。じゃあサバナクロを見ていこう。覚悟はできてんだろうな。コロシアム特設ステージ。つうかここも夜だとかっこいいね。背景、雰囲気があって。バタバタバタ。待て、宝物を返せ。くそ、完全に見失った。どこ行った？出てこい。おい、あっちを探すぞ。
バタバタバタ。え、これマジカメモンスターもう追っかけてるの？なんとか負けたっぽい。はあ、疲れた。もう走れねえわ。すっごい剣幕で追いかけてくるからビビったよ。ナイトレイブンカレッジ成功は。展示品に触らないでください。宝物に触るなって看板あちこちに貼ってるけどさ、たくさんあるんだから一つ二つ借りたぐらいでガミガミする必要なくね。だよね、ちゃんと返せば問題ないでしょ。宝物を持って写真を撮ったら願い事が叶うって噂が本当だったら最高だし、撮りま流行り物にはほっときたい。今のうちにイケてる写真撮りまくろうぜ。ああ、見てくださいよあれ。あいつら人様に迷惑かけといて能天気に記念撮影なんかしちゃって。ふっ、やらせとけ。獲物が一番油断するのは逃げおおせたと思っている時だからな。へい、逃げるマジカメモンスターに追いつかないよう、わざと遅く走るのも大変した。なんだその演技。追いかけがいがなかったぜ。寮長、早くあいつらを締めちまいましょうぜ。まだだ。それに今日の司令塔は俺じゃねえ。今日はジャック、お前の考えた案でみんな動く。うまい飯に預かれるかどうかはてめえにかかってる。覚悟はできてんだろうな。もちろんっす。絶対に俺の考えた作戦でマジカメモンスターを追い出してみせます。おうおう、ジャック君ったらやる気満々。力みすぎてミスるなよ一年坊。みんな行くぞ。おう。ここが一番怖え。普通に腕力勝負っぽくて怖え。うん、じゃ写真撮るよ。自撮り棒の位置はこんぐらいかな。漏れてる漏れてる、せーの。うわあ、すげえ。一気に砂の霧みたいな感じになったな。すごいね。え？持ってた宝物が砂になっちゃった。冗談きついって。次は壊さないようにしてよ。俺が壊したわけじゃねえっつーの。まあ他の宝物で写真撮ればいいよ。お、この首飾りいけてんじゃん。次はこれにしようっと。はい、ポーズ。すげえな、レオナ先輩の魔法で全部書き消してんのかな。また砂になった。これも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 、触った宝物が次々と砂に変わっていく。一体どうなってんの。なんか気味悪いな。もう出ようぜ。ちょ、お前まだ写真のためのポーズ撮ってたの。もういいって。この女の人まで砂でさーって崩れちゃったら超怖え。けない。え、動けないの。あー、ラギーの魔法だ。はあ、そんなわけ。うう。お、俺も動けなくな。うんぐぐ。口が開かない。一体何が起こってるんだ。続く。これはレオナ先輩とラギーの魔法だね。よし、続き見よう。もう授業受けまくってるから続きバンバン見れるぜ。命をかけてもいい。命をかけてもいい。コロシアム特設ステージ。口が開かない。一体何が起こってるんだわ。あいつら一体どこに行ったんだ。あ、さっき私たちを追いかけてきたナイトレイブンカレッジの生徒だ。早く見つけないとまずいことになるぞ。あの観光客たちは何も知らないんだ。万が一呪いの犠牲になっちまったらどうする。の呪い。まさか展示品の中に本物の海賊のお宝が混ざり込んでいたなんて。ゴーストになった今でも幽霊船でさまよう恐ろしい海賊たち。自分のお宝に手を出す奴は絶対に許さないらしい。執念深く追いかけ回して命をも奪うとか。もう何人もコロシアムに入ったお客が消えちまった。きっと海賊の呪いだぜ。触らないでくださいって看板を立ててたのに、まさか宝に手を出す奴がいるなんてよ。このままじゃ海賊のゴーストに襲われちまうぜ。早く探し出さねえと。おい、本当にいないのか。ここにいるって。
返事したいのに口が動かない。返答はないな。あっちを探そう。おう。待って、行かないで。ここにいます。気づいて。バタバタバタ。そんな、置いていかれちゃった。このまま永遠にここで固まったまま、そんなの嫌すぎ。助けて。あ、口が開いた。手足も自由に動くよ。よかった。呪いが解けたのか。きっとそうだよ。今のうちにコロシアムから出よう。またカチコチになるとか勘弁だし。シシシシ、あいつらガタガタ震えてたっすね。かわいそう。はっ、せめてそのニヤニヤ笑いをやめてから言ってやれ。俺とラギーのユニーク魔法でお膳立ては完璧にやった。あとはジャックがうまくやるだけだ。一年の意地を見せてもらおうじゃねえか。え、まだなんかやんの。もうこいつは十分怯えただろ。目の前でいろんなもんが砂になって動けなくなるって相当怖えだろ。もうすぐで出口が見えてくるかな。はあ、ほんと最悪。こんな変なことばっかり起こるなんて。だな。でもハロウィンらしい思い出ができたとも言えるじゃん。ああ、せっかくなら動画撮っとけよかった。宝物が砂になるとか間近目でバズりそう。なんだ。スコップ引きずるような音がするぞ。え、今の何の音。知るわけねえじゃん。何かを引きずってるっぽい音だけど。お前たち。今の誰の声。見すぎたね、ぬすっとめ。ぬすっと、何の話。俺たち海賊がどんな思いでお宝を集めたか、お前たちには想像もできねえだろう。時には嵐の海に落ち、時には何日も飲まず食わずで倒れ、仲間を失いながら、それでも後悔を続けてきた。よー、ほー。これ、まさかさっきの人たちが話してた海賊のゴースト？もう許してもらえたんじゃなかったの？俺たちには覚悟があった。お宝のためなら命を懸けてもいいっつう覚悟がな。お前たちはどうだ。ねえ、音がどんどん近づいてきてる。どこにいるんだ。俺たちが必死に集めたお宝に手を出すってことは。おお、近づいてきてる音が。俺らと戦う覚悟があるってことだよな。ギャーだ。出た。ゴーストだ。叫び声結構本格的だった。海賊のお宝に手をつけたやつがどんな目に遭うのか、その身をもって思い知れ。ガオーガオーポーズは可愛いっすけど。戦うんかい。なんなのよ。すいませんね、戦わせていただきやすいよ。背景がかっこいいな。この背景かっこいい。てかまあさっきの初ラベル寮の、植物園のお墓も夜は雰囲気かっこよかったな。どこもかしこもやっぱ夜はかっこいいな。さすがハロウィン。うまい飯にありつけそうっす。ありつけそうっす。よし、じゃあ続き見ちゃおう。悪くないショー、コロシアム特設ステージ。いい、許してください。もう宝物には触りません。呪わないで、助けて。よっしゃ、見たか、マジカメモンスターどもめ。おお、怖い怖い。あ、レオナ先輩にラギー先輩、他のみんなも。シシシ、マジカメモンスターみんないなくなったっすね。あいつら逃げ足は早いじゃねえか。
最初から本気出せっつうの。みんな俺の作戦に付き合ってくれてありがとうございました。その結局一般人に魔法をかけちまいましたけど。知らないんすか、ジャック君。やられたらやり返せが海賊のお作法なんすよ。あっちが先にルールを破ったんだからやり返されたって文句は言えねっす。いやーでもルールを破ったんだからこっちもルールを破っていいっていうのはちょっとなんか違う気もするけど、まあこの場合は追い払うための魔法だからいいか。それに別に俺たちは危害は加えてないっすよ。ちょっと脅かしただけ。そうだそうだ、ヒャハハハハ。うちの寮らしいぜ。この俺のユニーク魔法を前座に使ったんだ。みっともねえ吠え方をしたら容赦しねえと思ってたが、お前を見てインパラの群れみてえに泡食って逃げるやつらの顔、くくっ、悪くないショーだったぜジャック。あざっす。きっと明日は最高のハロウィンパーティーになるはずだ。みんな、いや野郎ども、思いっきり楽しもうぜ。ヨーホー、ハッピーハロウィン。こいつのこの衣装豪華でかっこいいな。いいな。あはは、あはは、って誰か笑ってる。続く。よし、次見よう。よし、というわけで、サワガクロウはこれで終わりだね。次は、じゃあ、オクタビネで行こうかな。というわけで、今回はこの辺にしときます。続きはまた今度。それじゃあ、またね。バイバイ。